でもベヒモスは見た感じピンピンしてたし、仲間もとっくに来てたわよね。やっぱり増援を待った方がいいんじゃない？今の2倍くらいの戦力が揃ってからなら挑戦する価値もあるかもしれないけど。いいえ、今が好機です。ん？ヘレティックが2体集合しています。絶好の機会を見逃すわけにはいきません。機会ってどんな？一度にヘレティック2体を倒せるチャンスよ。あの、申し訳ないですけど、私たちがいくらヘレティックの悪夢だと言っても、この状態では厳しくありませんか？ベヒモスだけでも厳しかったのに、お友達まで呼ばれちゃったじゃないですか。諦めようということではなくて、あっちがズルをしてきたからこっちも対策するべきだという話です。いいえ、今の戦力で十分よ。ラピ、大丈夫？何が？いつもだったらそんな無謀な作戦はまずあなたが反対してたじゃない。なのにどうして今回は戦いたくて仕方ないみたいな。言ったでしょ、ベヒモスには負けられない。それだけよ。だからその理由を聞いてるの。シンデレラとグレイブはいいとして、なんでラピがこだわるの？負けたのがそんなに悔しかった？そう、悔しかったの。いいえ、悔しさじゃないわ。このままではダメだから。指揮官様、ラピをどうにかして。急に変なスイッチが入っちゃったみたい。